公益財団法人山品鳥類研究所は、元公爵の山品義丸が、1932年に渋谷区南平台町の自邸に設けた山品家、鳥類標本館を母体に1942年に設立した研究所。鳥類専門の研究所で、ヤンバルクイナの発見などで知られる。1984年、手賀沼にほど近い千葉県阿弥子市に移転した。 創立者が皇族出身であることから皇室との縁が深く、1992年より2005年まで、範リノ清子内親王が非常勤研究員として、務めた。2019年4月1日現在、総裁は、秋篠宮文人親王、理事長は、三部元博専務理事は、林義博所長は、奥野隆。設立当時は、 文部省所管の財団法人であったが、公益法人制度改革に伴い2012年4月1日付で公益財団法人に移行した。研究施設であり、一般公開はされていないが、月1回の所内見学会やジャパンバードフェスティバルでのミニレクチャーなどが行われている。同研究所に隣接して立つアビコ市長の博物館は、同研究所がアビコに移転したのをきっかけに、 1990年に建てられたもので関係が深いが組織上は別物である。同研究所の特徴は、鳥類研究の基礎となる各種の形態学的標本の収集保存、鳥類学と周辺諸分野の図書資料の収集保存、足はその他のマーキングによって個体識別した鳥類の渡りや寿命の調査、生息数のモニタリングを行う鳥類標識調査、 アホードリアンバルクイナ等の絶滅危惧種の保全研究などが挙げられる土日祝日年末年始を除く月金曜日10時から17時研究期間であり展示や公開のスペースはないありがとうございます